続いての企画はこちら、リスナーの心を射止めろシンデレラ胸キュンフレーズ。いましたよ、大人気コーナーが。誰も突っ込んでくれないですね。いやいや、もう胸キュン、もう胸キュンっていうのがもうとてつもなく私苦手なので。あ、そうなの。はい、緊張してます。得意そうじゃない。いやいや、君のガールフレンドってグループ時代そんな感じじゃない。だっていやいやいや、胸キュングループみたいな。あの、君ガールで胸キュンを本当に得意なのは多分ゆうちゃんだけだと私は思っております。オンリーゆうちゃん。オンリーゆうちゃん。他の3人は苦手なの。他の3人はちょっとあの面白くなっちゃう。逆にそういう苦手な人にやらしたいな。いやいやいや、はい、さあ、ということでこの企画はですね、シンデレラに出てくるさまざまなシーン、胸キュンフレーズを披露していただき、リスナーの皆さんの心を射止めていただこうという企画でございます。はい、リスナーの皆さんのシンデレラになれるよう頑張ってください。頑張ります。はい、じゃあどっちから行きますか。どっちから行く。どうする。じゃあ私から行こうかな。あら、はい、トモミが行きます。ちゃんともから行きますか。ちゃんとも行きます。はい、じゃあお題はこちらになります。はい、意地悪なママ母も思わずキュンとなる胸キュンフレーズ。おー、これはほら難しいですね。異性じゃないから。そうですね、女性ちょっとこれちょっと難しいかも。ママ母ってむずいですよね、うん、どうしよう。はい、怖いわ。じゃあ行きたいと思います。はい、私がママ母やりますんで。はい、はい。